国鉄トラ7万系貨車は、日本国有鉄道が1967年から製作した17トン積の貨車である。1940年代から1960年代に製作されたトラ6000系、トラ3万型などの長尺物多様版、構成無害者を淘汰する目的で開発され、1967年から1969年までに5100両が、 制作された。国鉄が開発、制作した二軸無会社の最終形式で、同様に旧型車の淘汰目的で開発された、短弱系の虎5万5 0型とともに大量に、制作され、各地で、汎用的に使用された。国鉄末期には、鉄道貨物輸送の相対的な比重低下、車扱い貨物輸送の縮小、コンテナ輸送の進展などから、 在籍数は前減していき、1987年4月の国鉄分割民営化事には特定運用に限定使用する少数の車両のみ JR 各社に承継された。日本貨物鉄道の所属車は2003年までに全車が廃車され、その後も旅客会社に承継されたイベント車両や事業用目的の車両が残存していたが、2018年までに JR 各社からは全敗となった。車体は全構成で、基本寸法はトラ3万型と同一である。また、車体幅は車線への乗り入れを考慮して、旧車両限界を適用している。つまめに青リドには、プレス後半が用いられているが、床面には、ポイントやカーブなどを通過する際に、積み荷が転動するのを防ぐ目的で、 幅方向に4箇所木材が埋め込まれている。この埋め木と大枠が干渉するため中量がトラ5万5000系のものより細いものになっている。そのため埋め木がない部分と隙間ができるのでその箇所にはプレス鋼板製の受けが入っている。積載荷重は17トンで、積載品目による荷重の制限はない。喧嘩装置に2段リンク式を採用して、 時速 75km での営業走行を可能とし、1968年10月1日施行の白紙ダイヤ改正で予定された貨物列車の運転速度向上に対応した。ブレーキ装置は自動空気ブレーキの他足踏みテコ式の留置ブレーキを側面の両側中央部に備える。同時期に製作されたトラ45000系、トラ55000型などとともに、 経年の進んだ木製無害者を淘汰しつつ、砂利、木材など受損の懸念のない物資の輸送用として、汎用的に使用された。一部には、煽り灯を撤去して、禁定装置を取り付け、コンテナの短距離輸送に用いた車両も存在した。貨物輸送体系の大規模な再構築がなされ、大量の貨車が淘汰された1984年2月の、 国鉄ダイヤ改正においても本形式は使用停止されず継続して運用された。1987年の国鉄分割民営化では残存者を日本貨物鉄道が承継したほかイベント用の改造者や事業用として東海旅客鉄道以外の旅客会社5社にも少数が承継された。JR 貨物においても コンテナ輸送の進展や荷主の輸送手段転換、輸送需要自体の消滅などにより、本形式の使用機会は減少しており、特殊品目輸送用として、少数が継続使用されるにとどまった。JR 貨物で本形式を用いた最後の運用事例は、横浜本木駅から渋川駅への工業事を輸送である。 これは専用の FRP 製容器を本形式に4個、積載する方式で、本運用に使用する車両は側面に、使用席専用の表記を付して区別した。本形式の老朽化と運転速度向上の、要請から、30フィート無害コンテナウム 30S 型によるコンテナ車での輸送に切り替えられ、本形式での運用は2003年に終了している。 同年度中に残存全車が除籍され、本形式の JR 貨物所属車は消滅した。2017年4月1日時点で、トロッコ列車用として改造された車両や、事業用車としては、九州旅客鉄道に3両が在籍するのみであり3両とも、保留車であった。この3両も2018年2月から3月にかけて、廃車され、JR 各社においては全廃となった。 このほか、除籍後に、保線用の資材運搬車両として転用された車両も一部に存在する。改造の詳細については講述する。JR 九州トラ74,319ラ74,509ありがとうございます。